隊長、ひょっとしてあれ。ん？おお、あいつだ。よし、行くぞジャック。おっしゃ。ジャック、これでいいと思うか？どれがいいならさっぱりわからん。バッチリじゃないっすか。早く帰りましょう。よし、アナスタシアのところへ行くぞ。ウィス。ここは神聖オラシオン教団、アナスタシア様のお部屋です。あなた方のような薄汚い人たちがどのようなご用件？うわ、唐突に嫌な感じ。ご用件も何もそっちが頼んだ。
テアトル・バンクールのヘクトンです。ご依頼のクロコゲーターの件で参りました。少々お待ちください。なんだ、どうぞ。ご苦労だったわね。私がアナスタシア・ライアンよ。知ってるとは思うけど、私の美しさに声も出ないよね。まあ当然だけど。もちろんです、アナスタシア様。誰が。あなたには聞いてません。まあまあ、エレナ、およしなさい。はい、アナスタシア様。それで、私をリッチにしてくれるクロちゃんは？こちらです。ねえねえ、あの人何やってんの？川を鑑定してらっしゃるのよ。アナスタシア様は素晴らしい目利きなの。本当に？ちゃんと鑑定できんの？アナスタシア様に無礼な口を聞くと、二度とお日様を拝めなくするわよ。安心なさい。クロちゃんについて私の目にかなうものはいないわ。本当かよ。エレナ。はい、アナスタシア様。かしこまりました。何これ。今回の報酬です。いくらなんでもこれは。あーたね、こんな川じゃ私はリッチな気分になれなくってよ。本当にちゃんと見たのかよ。嫌なら持って帰りなさい。そんなもの持って帰ってどうしろって言うんだよ。ジャック、依頼人に失礼だぞ。まともな仕事をしてから文句を言うことね。はぁ、戦士ギルドも人手不足かしら。ムカつく。隊長。ダニエル、お前、任務を降りた罪はお前ぞ。はい、どんな罰でも受けます。それより、捕まえたんですか、クロコゲータ。当然だ、任務だからな。やっぱり。なんだよ、たかがワニじゃん。たかがじゃないよ、動物だって生きてるんだ。そんなこと言っても、お前だって肉食べるだろ。僕は肉なんて食べないよ。イザベラを見てたら、とても。おい、気になってたんだが、そのイザベラってのは誰だ。イザベラは僕の小さい頃からうちにいるクロコゲーターの名前だ。え、なんで驚くんだよ。イザベラは僕の家族なんだぞ。ダニエル、あのな、僕はこれからだってこういう仕事はやりませんからね。それでクビにするって言うならすればいいじゃないか。あいつがあんなのことはな。びっくりですね。とにかくタイで受けている任務は終わった。今日のところはここで解散だ。お疲れした。
隊長、ひょっとしてあれ。ん？おお、あいつだ。よし、行くぞジャック。おっしゃ。ジャック、これでいいと思うか？どれがいいならさっぱりわからん。バッチリじゃないすか。早く帰りましょう。よし、アナスタシアのところへ行くぞ。ウィス。うわ、ひゃっ。なん？どうぞ。これも。なんだ？幻と言われるメリディア色。しかもサラメでオチがない。え、なに？それって高いの？エレナ。はい、アナスタシア様。かしこまりました。さあ、二人分の報酬よ。ありがたく受け取りなさい。
ンダゴール？なんだと？これはワニ川フリークのマダムたちが喉から手が出る一品。あんたたちいい仕事したわね。1万ダゴールずつは安いくらいよ。隊長、ボラ冒険です。一生分の運を使い果たしたかもしれない。やったぜ。隊長。ダニエル、お前、任務を降りた罪は重いぞ。はい、どんな罰でも受けます。それより、捕まえたんですか、クロコゲータ？当然だ、任務だからな。やっぱり。なんだよ、たかがワニじゃん。たかがじゃないよ、動物だって生きてるんだ。そんなこと言っても、お前だって肉食べるだろ。僕は肉なんて食べないよ。イザベラを見てたら、とても。おい、気になってたんだが、そのイザベラってのは誰だ？イザベラは僕の小さい頃からうちにいるクロコゲーターの名前だ。え？なんで驚くんだよ。イザベラは僕の家族なんだぞ。ダニエル、あのな、僕はこれからだってこういう仕事はやりませんからね。それでクビにするって言うならすればいいじゃないか。あいつがあんなのことはな。びっくりですね。とにかくタイで受けている任務は終わった。今日のところはここで解散だ。お疲れした。